ははいこんにちはレトスののです今日から宅建試験に出題される宅建業法の細かい内容までえ解説していこうと思います実際宅建試験の宅建業法の部分非常に細かい部分まで出題されていますんで細かい内容もしっかり勉強していきましょうではまず今日は1本目の動画ですね言葉の定義法律用語の定義について解説していきますそれではまず宅地の定義ですね宅地っていうのは 建物の敷地に供される土地を言い、用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川、その他政令で定める公共のように供する施設に用に供されているもの以外のものを含むものとする。これが宅建業法で書かれている宅地の定義なんですね。宅地ってどういったものなのか、それが条文に書かれていて、条文の内容がこれなんですよ。 で、まずこれを読んだ時に、これの意味がわからない方がほとんどだと思うんですよ。すごく難しく書かれているんですね。ただ、本試験でもしかするとこれがそのまま出てくる可能性もありますんで、この内容を一つ一つ噛み砕いて頭に入れていきましょう。理解していきましょう。まず、供される土地っていうのは、まあ利用される土地。まあそういったイメージで大丈夫です。つまり、宅地っていうのは宅地の敷地として、 利用される土地なんだってことですね。で、政令で定める公共のように供する施設のように供されているものって書いてありますよね。ここも利用されているものっていうふうに置き換えると分かりやすいんで、公共用施設として利用されているものって置き換えると分かりやすいです。で、この政令で定める公共用施設って、これ何かというと、これは広場および水路。 この二つです。まあ、これも合わせて頭に入れておくといいと思います。つまりここは道路、公園、河川、広場、水路として利用されているもの以外のものっていう意味なんですね。で、ここでもう一回戻ります。まず、宅地っていうのは建物の敷地として利用される土地なんだ。これっていうのは現在建物の敷地として利用されているもの及び これから建物の敷地として利用する予定の土地、これも含んできます。もうこの二つっていうのはもう宅地に当たるんですね。で、続いて、用途地域内のその他の土地、これも宅地に当たります。ただし、この青文字の部分っていうのは例外的に宅地じゃないよって言ってるんですね。つまり、用途地域内の土地っていうのは原則宅地なんです。つまり、 用途地域内の土地っていうのはもう原則宅地なんですね。ここちょっと見ていただきたいんですけども、用途地域内の土地は原則宅地です。でも例外があって、道路、公園、河川、広場、水路として利用される土地っていうのは、これは宅地じゃないですよ。用途地域内の土地であっても、これらは宅地には該当しませんよっていう内容です。つまり、宅地っていうのはこの表で言うと、 この左のここの部分、赤文字の部分と、ここの緑の文字の部分。これが、ここの条文で規定されている内容なんですね。この条文に書かれている内容です。で、ここの部分は書かれていないんで、これは宅地じゃないですよってことです。これっていうのは、用途地域外の土地。用途地域内の土地だと原則宅地なんですけども、用途地域の外にある土地で、かつ、現在、建物の敷地として利用していない土地。 建物の敷地予定でもない土地っていうのは宅地じゃありませんよ。宅地には該当しませんよ。っていう話です。なんで、この表をまず頭に入れておけば、宅地の定義は頭に入っているということになるんで、まあ、何度か動画見ていただいて、ここ頭に入れましょう。では、問題に入っていきます。問1。用途地域内の農地。これは宅地に該当するか、それとも該当しないか。2つ目。 用途地地、域外のの建建物を建築する予定の土地これは宅地に該当するかそれともしないか。3つ目。用途地域内の公園として利用する予定の土地。これは宅地に該当するかそれともしないか。この3つですね。考えてみましょう。30秒ぐらい時間与えますんで少し考えてみてください。 で答えです。1と2は宅地に該当するけれども3つ目は宅地に該当しませんではまず用途地域内の農地を見ていきますまあ用途地域内なのでこの上の行ですねここを見ますで上の行っていうのはもう原則これ宅地なんですよね例外がここにあります例外っていうのは道路公園河川広場水路の5つなんですよね 農地って、この5つに含まれないわけですよね。なので、宅地に該当するよっていう話です。で、2つ目。用途地域外の建物を建築する予定の土地。用途地域外はこの下の行ですね。で、建物の敷地予定の土地っていうのは、ここに当たるので、ここを見ます。これ、宅地に当たりますね。なんで、宅地に該当と。3つ目。用途地域内の公園として利用する予定の土地。 これは用途地域内で公園として利用する予定の土地はここの例外に当たるわけです。ここの公園、これ例外ですよね。なので、これは例外的に宅地に該当しませんよっていう話ですね。これ非常に重要な問題です。まあ、よく出題される部分なんでしっかり頭に入れておきましょう。では、建物の定義ですね。これはそれほど難しくありませんので、赤文字の部分だけ覚えておきましょう。まず、 もう一般的に考えられている建物はもう建物物はですで。倉庫も建物に該当するのでこれは覚えておきましょうで共有会員制のリゾートクラブ会員権宿泊施設などのリゾート施設の所有権を会員が共有するものこれは建物の所有権にあたるんですね高級リゾートクラブの会員権でいうとエクシブとかがありますちょっとエクシブリゾート会員権とかって調べていただくと出てくると思います その会社が所有する建物が複数あって、そこの宿泊施設、まあホテルだったりとか、高級旅館とか、まあそういったところに泊まることができる権利。まあこれが共有会員制のリゾートクラブ会員権です。まあこの会員権を持っている人たちだけが、その宿泊施設、高級ホテルだったり、高級旅館とかに泊まることができるっていう、まあそういう会員権をイメージしていただくといいと思います。 で、この会員権の売買っていうのは、これ建物の売買とみなされますんで、これも覚えておきましょう。で、続いて、取引の定義なんですけれども、取引っていうのは、売買もしくは交換、または売買交換もしくは貸借の代入、もしくは媒介をする行為を言う。まあ、これもわかりづらいですよね。まず、このまたはの前と後ろで2つに分けることができます。 まず、売買もしくは交換を自ら行う場合。これはもう取引に当たりますよってことですね。ここです。売買もしくは交換を自ら行う場合。つまり、売り主とか買い主、または交換を行う当事者二人ですね。この人たちは取引を行っているということです。で、または、売買交換もしくは対借の代理もしくは売買をする行為。 つまり、売買交換対策の代理人だったりとか、売買交換対策の売買業者。これは取引を行ってますよっていうことです。ここと、ここですね。売買もしくは交換の売買する人。まあ、仲介人ですね。仲介人と代理人。これは取引を行ってますよ。また、対策についても、仲介人。 代理人っていうのは取引を行ってますよっていうことです。で、そうするとこの表を見ると、ここの部分だけ、ここの取引の定義に含まれていないんですね。これは、貸主とか借主、この人は取引を行っていません。まあ、ここだけ注意しておけば大丈夫でしょう。では問題に入ります。えー、6つですね。6個問題を出します。それぞれの問題について取引に該当するかしないかを考えてみましょう。 一つ目、自ら所有する宅地を売却する行為。二つ目、他人が所有する宅地を購入する行為。三つ目、自ら所有する宅地を賃貸する行為。賃貸っていうのは貸す行為ですね。四つ目、他人が所有する宅地を賃借する行為。賃借っていうのは借りるという意味です。五つ目、宅地の売買契約を売買または代理する行為。 6つ目、宅地の賃貸借契約を媒介または代理する行為。これら6つについてそれぞれ考えてみましょう。これも30秒時間与えますんで考えてみてください。 では答えです。3と4だけ取引に該当しません。それ以外は取引に該当します。問1問2については、ここの赤文字の部分です。自ら当事者として宅地を売る行為。買う行為。なんで、自ら当事者として売買する行為なので、ここですね。赤文字の部分です。取引に該当します。で、3、4については、自ら当事者として貸したり借りたりする行為ですよね。 なので、ここに当たって取引に該当しません。で、5と6についてですが、5については、ここに当たります。宅地の売買契約、売買ですよね。の売買、または代理を行うので、こちら。で、問い6は、貸借の売買、または代理を行うので、ここ。つまり、どちらもこれ取引に該当すると、まあ、いうことです。まあ、これもすごく重要なんで、絶対に解けるようにしておきましょう。 では最後に行の定義に入ります。行っていうのは、不特定多数を相手に反復継続して行うことを言います。で、報酬の有無っていうのは、行に当たるか当たらないかの判断基準ではないので、報酬があろうがなかろうが、これは関係ないということです。報酬の有無があってもなくても、不特定多数のものに対して行う場合、また反復継続して行う場合は行に当たるよっていうことですね。で、 これだけだとなかなか判断しづらいんですよ。この言葉だけだと。なので、具体例として、下記6つ、6個ですね。これは覚えておきましょう。まず、不特定多数に該当する場合、つまり、行に該当する場合です。それは、宗教法人、学校法人のみを相手とする場合。これ、行に当たります。で、二つ目が、公益法人のみを相手とする場合。これも行に該当します。不特定多数に当たるってことですね。 で、三つ目が、多数の友人、または知人を相手とする場合。これも不特定多数、行に該当します。で、今から言う三つ。これは行に該当しません。一つ目。自社の社員のみを相手とする場合は、不特定多数じゃないよ。行には該当しませんよ。ってことですね。あと、大学がその学生のみを相手とする場合。これも行に該当しません。 あと、宗教法人がその信者のみを相手とする場合、これも行に該当しません。これらも6つっていうのは覚えておいた方が早いです。覚えておきましょう。で、この行についてちょっと細かくですね、解説していきます。行っていうのは、宅地建物の取引を社会通電上、事業の遂行と見ることができる程度に行う状態を指すものを言うんですね。で、これを考えた結果、 先ほどのこの部分、この6つ、これが結論になってくるんです。つまり、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度に行っているっていうのが上なんですね。で、こっちは、これは事業の遂行としては見られないですよね。という意味で、行に該当しないということです。これを覚えたらいいんですけれども、なんでここで細かく解説しているかっていうと、 これからの試験で今からお伝えする内容がもしかしたら出るかもしれないっていう話なんですね。つまり細かい内容なんです。実際、達見試験で細かい内容出てきてますんで、そこをちょっと深掘りして解説していこうと思います。で、今言ったこの社会通念上を授業の遂行と見ることができる程度に行う状態を指すもの。これっていうのは今からお伝えをする 下記事項を参考にいろいろな要因を考え合わせた上で総合的に判断するんですね。で、総合的に判断した結果、ここの上3つは行に該当して、下3つは行に該当しないっていう結論に至っているということです。まず1つ目の判断基準が取引の対象者です。広く一般のもの、まあつまりいろんな人を対象に 取引を行おうとするものは事業性が高いということで業に該当する可能性が高いんだよってことです。で、一方で取引の当事者に特定の関係が認められるものはこれ事業性低いですよ。つまり業に該当する可能性は低いですよってことです。この特定の関係って例えば親族間とか隣接する土地の所有者とかこれが特定の関係に当たります。つまり親族間で取引をする場合っていうのは これは業に該当する可能性低いよね。また、隣の土地の所有者と取引する場合、これも業に該当する可能性は低いよね。っていう話です。で、二つ目の判断ポイントですね。取引の目的です。利益を目的とするものは、これ事業性高いですよ。業に該当する可能性が高いですよ。っていう話です。で、一方で、特定の資金需要の充足を目的とするもの、これは事業性低いですよ。 業に該当すすする可能性は低いででよっていうことですね例えば、相続税を納税するために土地売りましたよ。とか、住み替えに伴う既存住宅の処分。住み替えるために今所有している土地建物を売りますよ。これも、業に該当する可能性は低いですよね。事業性低いですよね。っていう話です。で、3つ目。取引対象物件の取得の経緯。これは、 転売するために取得した物件の取引。これは事業性高いですよね。業に該当する可能性は高いですよってことですね。で、一方で、相続または自ら使用するために取得した物件の取引。これは事業性低いよね。業に該当する可能性は低いよね。っていう話です。例えば、個人の居住用の住宅を購入するためとか。事業者、会社が、会社の事務所だったりとか、工場とか、社宅として利用するために購入する場合。 これも事業性低いよねっていう話です。まあ2については売る場合の話で3については買う場合の話ですね。で4つ目、取引の対応です。自ら購入者を募って一般消費者に直接販売しようとするもの。これは業に該当する可能性が高いです。一方で、宅地建物取引業者に代理または売買を依頼して販売しようとするものは 事業性性がが低低いいでですすすつまり業に該当する可能性が低いですただ、ここちょっと注意しなきゃいけないんですよ。これ実際本試験で出てくるんですけども、売り主がたくさんの土地建物を売却するにあたって、宅建業者に代理を依頼したり、売買を依頼して販売する場合、この場合は、業に該当するんですね。ここ注意しましょう。つまり、自ら売り主として売却するにあたって、代理業者を頼んでいたとしても、 たくさんの土地建物を売却する行為っていうのは、これは行に該当するんですね。まあ、結局は総合的に判断するって初めに言いましたよね。だから総合的に判断して決めるわけなんで、ここについては行に該当する可能性は低いけれども、たくさん人に売っているというのであれば、まあ、つまりここですね。 一番最初にもお伝えした通り、広く一般、たくさんの人を取引相手とする場合は、これ、業に該当する可能性が高いので、まあ、こっちを採用しているってことなんですよ。総合的に判断するので、今言った内容は、業に該当するよって話ですね。で、五つ目。取引の反復継続性。反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高いですよ。つまり、業に該当する可能性は高いです。一方で、一回限りの取引として行おうとするもの これは事業性が低いです。まあ業に該当する可能性は低いってことですね。で、この反復継続性っていうのは、現在の状況だけ考えるんじゃなくて、過去の行為並びに、将来の行為の予定、及びその外然性も含めて判断します。この外然性って、まあ確実性ですね。将来、たくさん取引をする予定がもう決まっているっていうのであれば、これ確実性が高いっていうわけです。 なので、これは反復継続性があるよってみなされるって話ですね。で、もう一つ注意点があって、一回の販売行為として行われるものであっても、区割りをして、宅地をたくさん区割りをして販売する場合、つまり複数のものに販売する場合っていうのは、これは反復継続的な取引に該当しますよってことです。ここも注意しましょう。 一回だけ宅地販売するけども、その宅地を例えば十分割して十人に売る。そういった行為はこれ反復継続的に当たるよ。したがって行に該当するよ。っていう話ですね。では行の定義について6つ問題を出します。それぞれ行に該当するか、それともしないかですね。考えてみましょう。まず一つ目。無報酬で不特定多数のものを対象に建物の売買の媒介を行う場合。二つ目。 宗教法人、学校法人のみを相手に建物を売買する場合。三つ目、宗教法人がその信者のみを相手に建物を売買する場合。四つ目、公益法人のみを相手に建物を売買する場合。五つ目、多数の友人または知人を相手に建物を売買する場合。六つ目、転売する目的で建物を反復継続して購入し売却する場合。 それぞれ行に該当するかしないか30秒時間与えますんで考えてみましょう。 で、答えは、問い3のみ行に該当しません。それ以外は行に該当します。まず一つ目、無報酬でって書いてあるんですけども、報酬の有無はこれ、行に該当するかしないか関係ありませんので、これは考えなくてもいいってことですね。その後です、不特定多数のものを相手にしているので、これは行に該当します。二つ目、宗教法人、学校法人のみを相手とする場合、これは一行目ですね。 1>, 1行目に当たるので行に該当します。で、3つ目。宗教法人がその信者のみを相手とする場合は、一番下に当たるので行に該当しません。4つ目。公益法人のみを相手とする場合。これは2つ目ですね。2行目に当たるので行に該当します。で、5つ目。多数の友人または知人を相手とする場合。これは3つ目。3行目に当たるので行に該当します。で、転売する目的で、 建物を反復継続して購入し売却する場合。これ、転売する目的であっても、これは事業性が高いって先ほど解説しましたよね。ここですね。転売するために取得した物件の取引は事業性が高いですよ。業に該当する可能性が高いですよって、ここに記載している通りです。で、さらにここに反復継続してって、これ、念押しで書いてありますね。なんで、もうこれは確実に業に該当するという話です。 これらの問題すべて重要なんで頭に入れておきましょう。で、今日解説した内容っていうのは、まあ、非常に細かい内容なんですね。特にこの部分ですね。行に該当するか否かの判断基準5つ解説しました。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目。これらは非常に細かい内容なんで、まあ、ここまで頭に入れていない人いると思うんですけども、まあ、実際本試験で出てくる可能性は ありますで宅建業法でもう本当に高得点狙いたいっていう方はここも含めてですね頭に入れておいた方がいいと思いますんでぜひ何度か復習してみてみいいただければと思いますそして最後に弊社レトスは現在短期集中実力アップ講講座を開講しておりますこれまで勉強してきたけども実力がつかないどうやって勉強したらいいのかがわからない試験日までの計画が立てられないわからない部分について質問がしたい。 忙ししくて時間がないいけど今年絶対合格したいもしそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座であれば今お話した5つの課題全て解決することができます無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です一緒に勉強して合格を目指しましょうあなたの受講をお待ちしております短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで是非ご確認くださいあなたの受講をお待ちしております